不動いわいせつの疑いで逮捕されたのは沖縄本島に住むアルバイトの38歳の男です警察によりますと男は去年12月ごろ本島内の放課後児童クラブに児童支援員として勤めていた際に本を読んでいた女子児童の下腹部を触るなどわいせつな行為をした疑いが持たれています 今年1月に児童の保護者から相談を受けた県の機関から警察に届け出があり、事件が発覚したということです。警察は男の認否について捜査に支障があるとして明らかにしていませんが、余罪も視野に捜査を進めています。